なあ、あれは分からん。急に現れた。一体何が。急ぐぞ。スキー、ラガー隊と合流しろ。第二が行くはどうだ。まだ動け。向こうだ。なんだか町が大変なことになってます。ローランさんのことはやっぱりザスバにも伝えるべきよね。やった！参ったな。よし、やってやろう。うまくいきました。よっと。いただき。なんだろう。お疲れ様でした。それ。やった。どうしたら。新しい依頼ですか？見つけたらまた来てみようぜ。開けるには鍵が必要みたいです。新しい依頼か。うまくいきました。ほっ、いただき。役に立つかな？何だろう。開かないみたいですね。よっと。いいね。空師さんですね。どんな武器でも作れますが、拝見しても。
悪くないでしょう。お気をつけて。なるほど。よし。よっしゃ。うっしゃ。肩慣らしはしまいだ。助け出せたようだな。はじめまして、ルリアと言います。俺は情報屋のザスバだ。大変だったな、ルリアちゃん。はい、ザスバよ、あまり怖がらせるでない。いや、そんなつもりはねえんだがな。皆息災で何よりだ。シードホルムが教団に攻め込まれたと聞いてな。我も支援に馳せ参じた次第だ。そういや、ローランの姿が見えないが、奴はどこ行った？リリスに囚われてしまいました。そうか。まあ気にやむな。あいつがタダで転ぶわけねえだろ。そう落ち込むんじゃねえよ。ローランの件は俺たちが何とかしよう。イス、行けるか？無論だ。急ぎ準備しよう。さて、これは勘というか肌勘だが、今この空域は未曽有の危機にさらされている。なんつうか風とか空気でわかる。情報は人のいろんな思いを乗せる。喜び、不安、悲しみ、怒り、それが風に乗って辺りに満ちるんだ。15年前のダリトをしのぐ災厄が訪れるんじゃねえかっつう予感が確信になりつつあるぜ。つうわけで
お前らは故郷の空に帰れ。いきなり何言い出すんだよ。お前らの出身は確かファータグランデ空域だったか。昇流域を越せる立派な船を持ってんだ。むざむざ危険を犯す必要はないだろう。いいえ、このまま放っておくことなんてできません。あの塔は空そのものを壊します。すぐに何とかしないと。それにローランさんも。俺はな、現実的な話をしてる。すでにお前らの目的は達成してんだ。お姫様を救出した後はその身柄の安全を優先すべきだろ。これからどう動くべきか、飛空団を率いるお前ならわかるな。ローランさんを助けます。その申し出は嬉しいが、俺の忠告はちゃんと聞いてたのか。まあともかくだ、決して無理はするな。俺から言えるのはそれだけだ。お前らがはいそうですかと帰るわけねえのは分かってる。だがよ、ゼーガ・グランデの住人としてのメンツがあるんだ。ここは意地張らせてくれ。アバよ、あとは任せな。心配なんていらねえからよ。したけど、あんな鮎をこのまま放置すればいずれ空の世界全てが危機にさらされる。ローランさんはそう言っていたわ。はい、だったら私たちは。心配すんなってルリア、こいつの目見りゃわかるだろ。はい。グランサイファーの乗組員の方々ですね。出航しますか。はい、出発します。気流が不安定になっています。航行の際は十分にご注意を。なあ、どうするのかもう決まってるよな。この空を救う。はい、みんなの力を合わせればきっと大丈夫です。空の島々、仲間との出会い、その全てがかけがえのないものだ。何としても守らなくてはな。星の民リリスに、大聖少女アンラマイン、厳しい戦いになりそうね。厳しい戦いなんて今更じゃない。何があっても私たちは負けないんだから。待ってろよベンリアの兄ちゃん、絶対助けてやるからな。みんなで頑張りましょう。なんつう迷いのない飛び方だよ。実にらしい選択だ。星神に真正面から対抗できるのはあいつらくらいなもんだからな。ほっとしてねっつったら嘘になる。大きな借りができたな。さて、俺たちも仕事にかかるとするか。